その破片で次の弾を弾いて進む。一回の射撃で全ての弾が勝ち合うように撃ったというのか。鎧、少し脱いでいただけましたね。すっげえ。私にもっと脱がせてほしいですか？それとも自分から出てきてもらえます？その大筒も剥がしてあげましょうか。女、そこまでだ。銃を捨てな。ルシュナ、ほら、さっさと銃を捨てるんだ。捨てちゃダメだ、ルシュナ。ルシュナ。先生、女を一気にやっちゃってください。形勢逆転となったでおじゃるな。賞金首の首を残すか、それとも銅を残すか、その選択も雅なり。動くんじゃねえぞ。ガキがどうなってもいいってんなら別だがな。逃げろ。みかんちゃん。え、どうかさんがあなたの敵討ちに手を貸さなかったのはなぜだと思う？何それ。人を恨んでその人を殺しても、またあなたを恨んで狙う誰かが現れる。争い事は終わらない。人を恨めば自分に返ってくる。どうかさんはあなたにそんな人間になってほしくなかったのよ。きっとそれはみかんちゃんのご両親も同じ。ルシュナ、仇と狙っているその人は自分では何もできないかわいそうな人。何言ってやがる女。俺様が撃てねえとでも思ってんのか。捨てて。ほう、愚かな。ルシュナ、バカな女だ。人質を助けようとするからでおじゃる。基盤点の力をなめよって。おお、しぶとい。避けた。大筒を剥がします。その銃でか。大筒の厚みには傷一つ使うわ。ゼロ距離射程戦術、フルインパクト。おお、ルシュナ、今のは？大筒を壊したの。近くにあるはずの砲弾を誘爆させるために。へえ。一発だけだとやっぱりあの大筒は壊せなかったから、六発同時に撃ってみたの。まあこの人の鎧を剥いで裸にしたってこと。きっと戦火に追われて生きる場所をなくしたかわいそうな人。撃つな、撃つな、撃つなよ。撃たないでくれ。かわいそうなもんか。父様、母様はお前に、お前に撃たないでくれ。
ミカ。みかんの繊維も消したか。おお、これもまた雅なり。始まります。目指すはテント。天使様に直接事の真相を伺わなければ。けれど十天仙の一人が襲いかかってくる。十天仙といったら天使様をお守りする最強の戦士たち。天使様、本気なのですか？それとも。次回グレネーダー微笑みの戦士、いざテントへ、ご一緒しませんか？この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。